はい、皆さんこんにちは。今日ね、フォレスターですよ。あのかの有名なブルースカイのドラマーの車をね、俺がこれブレーキパッドの交換やらされるっていうこの状況、わかります？はい、これね、はい、まずね、あのブレーキパッドを交換するんだけど、あのこうピストンを戻すときに戻すと、これがね、溢れる可能性あるんですよ、うん、だからね、でもこんな、これぐらいだったら大丈夫かな。だからね、溢れる恐れがある、恐れがあるんだ。だからこれをね、ちょっとある程度吸い取っとく。あ、へぇ、あ、そういう作業がある、うん、吸い取れねえな。なんで吸い取れねえんだろう。吸い取ってる。で、最後に入れ忘れるっていうね、パターンも時々あるね。ありだね。溢れさすとさ、ちょっとあのブレーキフルードの予備がなかったからさ、うん、探せばどっかにあるんだろうけどさ、はい、うん、僕んちもさ、今なんかあれなんだよ、結構ぐちゃぐちゃでさ、あれが車庫が、うん、まあこれぐらい減らしときゃ大丈夫かな、ね、前のモビリオな、そうそう、うん、ぶちゃらないで取っとくタイプ、はい、バイク、おう、これがね、この幅が敷地、そう、狭いの、なるほどね、うん、こう閉めるから、長いこう、よし、これね、とにかく下側をナットを外すと、はい、ね、下側のナット簡単に外れる、うん、で上に上げるんだけど、うん、ここのね、下のボルトを外して、うん、でこいつがさ、邪魔だからさ、あ、邪魔だからさ、止めとくんだし、なんとなく持ってる、本当はもっとなんか言うこと聞く針金がいいんだけどさ、うん、ブリッコボしちゃったよ、待ってね、あ、じゃちょっと環境破壊ね。よし、そしたらですね、はいはい、ね、このブレーキパッドを外す、ね、外れた、うわー、どんげん、ほぼない、ない、うん、ほぼない、でもね、うん、でもまあまだなんていうの、字が出てるわけじゃない。あ、そうなんだ、うん。字が出る前だった。前だったギリ。でもほんのギリ。やばいね。だいぶやばいね。通りで、なんかあの音やっぱそうだったの。そうだね。シャ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 。いや、よかった。今日ギリギリのタイミングだったね。あ、じゃあすんだね、うん。はい、これ新品のパッド。音。7、7、7、7、なんと左右一緒だな。左右一緒。全く同じの4枚。日立ですよ。日立。家電でもないのに日立。なぜこれ？なぜなの？なぜなの？同じだろうな、これちゃんとあのあれ確認したからね、適合確認したからね、これもうペラペラ、ほんとギリギリまで乗った感じではあるね、面白いな、ね、ギリギリまで乗ったんだ ね、こんな感じ。そしてですね、なんか下準備が全くできてないんだけど、申し訳ないんだけども、一応ね、このパッド、この面をね、あの僕もまあ素人なんだけど、この面をね、これなんとなくね、こう削っておく、そうすると泣かない。あ、最初泣くんだ、うん、まあ泣く場合もある、まあ面取っとくと泣かないとか言うよね、こんな感じで一個ずつ反対反なんつうの、こっちへ行けことあっちをこう、あれちょっとだっけ、あ、でこのね、このプレートをね、これ移設した方がいいです、基本的に。そのままね、ぶちゃっちゃう人もいるんだろうけど、それを移設すんだね、うん、これ両方2枚ついてるの、2枚ともやった方がいいのかな、こうついてたよね、こうついてたよね、だんだんで基本的に片っぽずつやれば、あのね、これ両方一気に外しちゃうとこのプレートがね、外れちゃうんですよ、でどうついてたっけってなるから、片方ずつやっていった方が無難です、絶対に、うん、で基本的に
同じ部品を同じように取り付けます。でこのこれね、一応ね、あの接着するのにグリス使いますよ。これモルブデン、これしかなかったからモルブデン、はい、こんな感じで、はい、ね、ちょこっと当てる。でこれも本当は綺麗にしたいんだけど、そういう時間がない。まあちょっとね、ブレーキクリーナーで映ってないね。ギリギリ映ってないってやつ、ね、やばいやばいやばい。今ブレーキクリーナーで結構汚れてるからね、ブレーキクリーナーで結構ちゃんと磨いた方がいいかな、本来は、ね、こういう感じ。ブレーキクリーナー、ね、こんな感じですね。ブレーキクリーナーいっぱい貼った方がいいです。それをいっぱいやっていい、うん、これまあ、うん、いっぱいなんかこう使った方がいいね。よし、結局ね、手こんなになるっていうね、手袋何のためにあるのって話なんだけど、すいませんね、本当にね。これね、あのついてたように、まあたまにね、あんまり安いパッド買っちゃうとね、こいつがつかねえ時があるんですよ、合わない全然。だからそういう時はもう諦めて外してもう使わないにしちゃうんだけど、まあ今回は比較的一応ね、俺なりに、なんつうの、人のだから心配だからいいやつ買ったんですよ、それなりに。これ5000円ぐらい。あ、でね、そうそうそう、でブレーキってこことここが接点で、でまあ、あんまりはこう離れたりはしないんだけど、こう、まあ、こういう風に動くじゃないですか。で金属と金属がこう当たってるところはちょっとグリスをねつけときます。グリス、やっぱり動くところはね、じゃないと昔 180SX って車でこう金属同士こんな風にグリスをくれないで、油をつけないで普通にこんなの普通にこう外してつけてたんだけど、そしたら片っぽだけがこうやっぱり引っかかって動かなくて、で片べりしちゃってもうこんな斜めに減っちゃって、もうブレーキパッドの寿命が半分だったことがあります。なんでね、一応ねこう動く金属と金属がこう動くところは、稼働するところはできるだけ油をくれた方がいいという見解ですね。同じように、あれなんでだ、いや、死んだろ、これがだってこう前に行くから、そう多分いいと思う。こんなのついてないね、普通こいつだけついてない、普通こいつだけで、こいつがさ、うん、こいつがローターに当たってガーって言い始めるんで、だけどこれまだギリギリついてるかついてないから、あ、それがついてガー言うんだ、そうガー言うんだ。待ってね、これもやっぱりこのまんまだよね、まんまだよね。でこいつもませんね、素人がやってるんでね、はい、同じ形の部品をね同じように使いますよ。それが一番間違いないかな。これも同じ形にしとくわ、こんな感じだな。よし、はい、これね、ちゃんと映せないね。よし、そしてですね、こいつめったに使わないんだけど、本当はあのプライヤー、
ウォーターポンププライヤーでね縮めれば結構いいんだけど、今回はねこのツールで縮めますよ。入らないか。入らないか。場所が悪すぎてダメか、もしかして。縮めないと入んないんだよ、全然ブレーキカットがこんだけ減ったから。お。ウォーターフライヤーでやるとさ、うん、ガーってさ力入れて戻せばさ、うん、結構一発で済むんだけどさ、フライヤーで、フライヤーで、あのウォーターポンプフライヤーね、こんな面倒くさいことしなくても、ウォーターポンプフライヤーって、あったんだけどさ、壊れちゃってさ、フライヤー、へー、普通のフライヤー違うんだ、あのさ、いっぱい開くやつ、なんていうの、この幅まで開くフライヤーがあんだよ。これでやればさ、結構こんなめんどくさいこと、あ、映ってる。こういうツールがありますよ、これアストロのツール。よいしょ。逃げる。よいしょ。よいしょ。これ使い方合ってる？合ってる？こうやって戻してると、戻すとさ、うん、この要はこの配管の中のさ、うん、ブレーキフルードが戻るわけじゃん、向こうに。おうおうおう、そうすると向こう溢れちゃうんで。溢れるんか、うん、あ、それで先に抜いたわけね。そう、本当はこの辺とかもさ、綺麗にしとかないとなんだけどさ、まあ、そう、ある程度ね。はいはいはい、戻す、ディーラーだったら完璧に綺麗にするんだろうけど、いや、怪しいな、あのスバルは怪しいな。あいつら怪しいでした。誰犯人探し、よし、ね、それが前回でしたっけ。これで完璧かの一応終わりですね。つけて戻しただけで、こうしたらさ、うん、一旦片っぽだけさ、ブレーキ戻すわ、戻して、ちょっと踏んでくれる、うん、いや、あの結構ふにゃふにゃになってるわ、ふにゃふにゃになってるか分かんないけど、何回か踏んで、1、2、3、硬くなるまで、もう普通だ、もう、いや、硬いぞ、普通、うん、へへ、あ、ほんと、あ、いいよ、オッケーオッケー、じゃあいいや。そうするとブレーキ、ほら、あのオイルが入ってきたからさ、これで多分さ、うん、両側やっちゃうとね、うん、あふれる、絶対あふれるんだ、うん、あふれる、ね、外していきますよ。この上と下がこう止まってるから、これ、ね、14mm のナットね、 14mm こうやってね、柄の長いメガネ使った方がいいですよ、ね、柄の短いやつだとね力入んなくて結構硬いトルクで締まってるから、ちょっとトルク調べなかったけど、これまあ終わったら、まあそれなりにガッと締めとけば大丈夫ね、これ、まあ、あ、間違えた、こっちか、ね、それ間違えないよね、本当にボルト傷む可能性あるからね、今間違えたけどさ、ね、外したらもうこれフリーですよ、上にもこうやって、あ、まあ、きつくしけど、こうやってまあパカッと上がるしたら、こういう針金とかでね、まあ
こう、このストラットとね、ストラットのバネかなんかと、こうやって、まあ結んどけば邪魔にならないね。で、あとはやっぱりこの、さっきはさ、もう当てずっぽでやり始めちゃったけど、まあ、これまず面取りしといてね、面取りしておきますよ、ね、鳴く可能性があるから。まあそこそこブレーキパッドはこれ本当にバカ安いのとかあるんですよ。1,500円ぐらいの、俺はそれ使ってるけど、でも外れの時はもうキー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 いつまでも言ったりするから、そこそこブレーキパッドいいの買った方がいい。あけぼのとかこの日立とかがやっぱり無難、あけぼのが一番無難かな。ただあけぼのの方がちょっと高かったからやめたの今回、うん、まあほら高しのだから俺もっと安いの使ってるからさ、1500円のバッグだ。それにしようと思ったんだけど、でもほら車がいい車だからさ、比較的そうするとさ、なんか車がいい車だけど乗ってる人間はどうなの。いやいや、メドラマーじゃないですか。もうそこはもうね、やっぱりうちのまあもうバンドのリーダーみたいな、やめてくれ、みんなしょ、高橋バンド、高橋バンドだからね、みんなし言われてるくせこれ、ね、ちゃんとこの現状を覚えておいて、まず、ね、さっきほら何だったか分からなくなったから、これね、これやっぱりこれこうなってるから、そうだ、そのまんまよさ、まずこれ下に開くんだ、開いてくんだこうやってちょっと、ね、そういうことだ、全く同じだよね形はね、同じだ、ね、でこれ外しますね、本当これそうだ、ね、よし、ね、外れました、こういう感じ、これはね。もうあった同じように戻す。ごめんちょっとさ、これあの入ってる方持ってきてくれる、あれ、サンキュー、ありがとう。とにかくね、こういうまあブレーキクリーナーはね、こういうタッチ、本当ブレーキクリーナーっていう名前だから、押しまず使うとね。よし、そして同じように復元。相当汚れてるからきれいにしてあげる、うん、さっきのももうちょっときれいにすればよかったと思ったけど、まあ俺のじゃねえかな、ね、はい、あいたんだまあこれね、やっぱり同じようにグリスつけてあるからね、まあちょっとそこそこきれいにしてあげるといいですね。やばいやばい、そしてごめん、ちょっとタオル取ってくれる、汚いタオル、サンキュー、よし、で同じように組みます。これね、まあこんなのもうね、それこそ車屋さんでもこんなのつけないでさ、そのまま行っちゃう車屋さんもある。そうやってこれなくなっていくんだよね。だけどこれまだね、ほらディーラーでやってるからちゃんとついてる、なくなってんの車ある。俺のも全然もともとなかった、うん、ね、捨てちゃうんでしょ多分、うん、それか素人がやってわからんで捨てたか。ただ実際のところ こいつがこのプレートが俺は何の役割してるのかはっきりって知らない。あ、そういうことね、わ、うん、からない、実際そうなんだね、うん、だから別につ つけなくてもはっきり言ってどうってことない、いう部分はある。まあ、まあついてた方がいいのからね、多分ね、とはそれは理由は分かんない全然、うん、こっちは同じ感じになったね、まるっきりこれだもんね、この状態だもんね、うん、反対っ壊しがさ、面取りしたね、よし、ボルトナット類は なくさないようにね、こっちもね、まあ、
これがさ、うん、なくなるじゃん、うん、とこれがさローターに当たるんだ。当たる、うん、当たるとねガーってこれ傷つくわ、うん、これ当たってないまだ、向こうも当たってなかった。これがね当たって結構すごい音するんだ、するんだ、すごい音する、だからもう絶対わかる。だからそれが鳴ってなさそうだったかな、あまだいいなと思ったけど結構ギリでもギリやったんだ、うん、へえ。じゃあこの 2,3 週間レンチャンであの山の方行ったっすけど、それで山の方何しに行ったの。いや俺あいつがあの燕温泉の露天風呂入りってとかさ。え行ったの。あ行った行った。マジか。でその次の週は切り明けだしさ。どこ切り明け。なんであいつ一言も言ってなかった、そんなこと。俺オタク知らんかもしんないけどさ、うん、あいつ俺の YouTube 結構見てるじゃん、うん、俺つばみ温泉のさ動画2本上げてるんよ。そうだ、うん、だからじゃね分かんないけど。ああ、じゃあそうだわ、うん、そうだ。いや行ってきたんだ、うん、ど両方行った、両方行った。おいよ河原とあれ、そうそうもうぬるかったろ。つばみ、うん、つばみ温泉、いやいやいや、ちょうどいいよ。うっそ、いやあの河原の方、河原ぬるいろ、川はね、うん、いや、え、ちょうどいいな、あれ。え、うっそ、俺行った時はさ、河原と黄金と両方行った。河原と黄金ってのは、あ、つばめ温泉か。うん、つばめ温泉は、おうおうおう、あの、河原もぬるかったのね、方かな。そうだよ、そうそう、だからぬる。つばめ温泉はね、俺減ってるんだ、あいつだけ減ったんだ。え、あのあれ黄金、黄金も河原も、うん。え、あなた何してたの。俺まあ、ヒットコイン入れて俺適当に散歩してた。え、マジか。へえマジで、うん、心配だろ、そんで。え、どこまで行ったの、近くまで行ったの。うん、俺一応近くまで行って、あいつが帰って、うん、ヒットコイン入れて、俺そのまんま適当に、あ、そうなの、うん、登山道ちょっと、あの、10分ぐらい歩いたりして。へえ、うん、なんか、総滝とかなんか、ほら、滝があるの分かる。うん、分かる分かる。おー、行ってきたんだ。釣り橋まで行った。釣り橋も行ったね。釣り橋からほら下降りてって、あっち上がってくじゃん、うん、あのお風呂は。お風呂はね、うん、で釣り、お風呂までも行ったんだ。うん、風呂までも行ったしね。俺毎回あそこ500円入れてんだぜ。あ、そうなの。うん、500円。動画にもちゃんと載せた。おー、やっぱほら維持管理がかかってるからと思ってさ、うんうん、まあ、動画の手前っていうのもあるんだけど。うんうん、入れてんだね。手前入れました、ちゃんと。つばめ温泉お世話になってるんで。よし、引き下がって。近いものが見えないんだよな、最近なんですね。老眼で。老眼やばいよね。年は取りたくねえもんだな。反対側映せないけど、映せないこともねえか。反対側視野こんな、ダメだな。こんな感じですよ。ね、ちゃんと入ってるよね。そしたらこのピストンを戻す。この2ポットピストンなんていうのは俺本当初めて見たな。初めて見た。ずっとそういう2ポットじゃない。ね、割と庶民的な車に乗ってきたから、乗ってきたっていうか、YATSX っていうあの結構スポーツカーに俺乗ってたんだけど。あのスポーツカーでさえこれシングルピストンだったよ。だけどこのねえこれ2つだからね、2ポット大体1つなんだね。いやまあ何とも言えないけど、うん、俺は1つの車しか乗ったことなかった。はいはい。みんなやっぱ車ってこうスポーツカー興味持つんだね。あ、まあ持ったね。やっぱ車もともと好きだったからね。俺ってさ昔から車ってさただ荷物が積めればいいよっていう頭しかねえけど。なるほどね。これ2代目だ。でも人生、うん、人生2代目のフォレスター。フォレスター、うん、最初フォレスター買うときはさなんか、うん、なんでなね、あの形がやっぱいいと思った。うん、かっこよくて、あの角張ってる感じが。ああ、なるほどね。出てね。よし。
だったら別にハイゼットでもいいじゃんって思う。ハイゼットね、はい、軽自動車。そうそうそう、それでいいじゃんって思う。まあね、よし、こんな、あ、これ見えてなかったかな。こうやってね、これね、もう二度手間ですよ、これ本当に。あのポットが2つだからピストンが、いやいや、車で食う、車でね、すんで、それ一回で済むのよ普通ね、一回で済むのよ、二度手間だから。よいしょ、よいしょ。まあでも手で戻るから。これでもさ、どうだろうな、ちょっと溢れたりしてるかな、もしかしたら。もう分からんけど、まあ、溢れたら溢れたでしょうがねってことで頼むわブレーキフルート頼むよ、うん、見てるの楽しみで、うん、よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあ車いじんのは好きなんだけどね、うん、好きなんだけどなかなかずっと忙しくてさ、うん、ね、俺奥様の車もやんなきゃいけないから。車検なんて、車検。こないだ自分の車車検終わったばっかりなのに、あっちも車検来ちゃう。まあ取り替えようかなっていう考えもあるんだけどさ、今んとこ、もう20万キロだから、あっちも。ただ動画にするには20万キロのモビリを車検通るかどうかっていう動画も作っても面白いかなとか思いながらも。ああ、やはり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 、ね。でこういうね、こういうところ、これは映ってないか、映ってなかった。こういうね、これもあのスプリングになってて、このね、受ける方ね、ナットをね、こういうとこもちゃんとこう動くかどうかね、こう上下確認した方がいいですね。固着してるとね、ダメなんですわ、これね。これはとりあえずこれ向こうも動いたからさ、ちゃんとね。本当はグリスとかくれた方がいいのかもしれないんだけど、ちょっとその辺はわからないから今回はしない。まあこれとりあえず俺も長年さ、ブレーキパッドも何回も何回もやってきたけど、いつもこのやり方だから、まあ多分ね、今回初めてスバルやるけど、スバルだからダメだったってことも多分ないとは思う。多分大丈夫だと思う、おそらく。もう何十年もやってきて、あ、やば、例えば外れた。え、戻し足りないか。戻し足りない、入らないんだけど、もっと戻さなきゃか。よいしょ、やっぱり二度でもなんだね。戻し足りなかったみたい。結構ベタベタに戻したんだけどね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、これでどうだ。呼ばれてるのはね、とにかくブレーキクリーナー惜しまず使うと、ね、ちょっと動画になるか分かんないけど今回、ね、まあ最初シャー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 ちょっと言うかもしれないけど、多分大丈夫。まだ終わったらちょっと俺も一緒に乗ってドライブしちょっとして、一周。すみませんね、うん、いいえ、こんな感じだね。ディーラーにこれ素人がやりましたねとか言われそう。そしたら、はい、そうですよって言っといて、ね、ちょっとこれ規定登録調べなかったけど、まあきちっと閉まってれば、こっちもね、もしかしたら緩んだ可能性があるから、軽くね、上側もナット、まあ、増し締めしておくと。でこれで完成で、ちょっとブレーキ踏んでみてもらえますか。あ、ブレーキ、うん、はい、あ、本当大丈夫、問題なし。あ、それならいいんだけど。オッケー。うん、車にもよるのかも、うん、まあ結構、まあ良かった、いいタイミングだった、ギリギリだった、マジで。あ、ギリギリだった、ギリギリだったね。だからグリスもいいグリスなんだけどさ、うん、ただこのモリブデングリスっていいのかどうかが実際のところは俺わからない。まあいいと思うんだけどさ、うん、よし、さーて、では戻しますよ。よいしょ、グリースパッドがクリーンアップ準備してば、部屋あと2でできる。え、まあ簡単だろ、見てて。まあ何のさ、なんかほら、なんつうの、ブレーキ交換で、うん、
あのこれミスったとかさ、うん、そんなのがないないじゃん別に、ね、うん、ないんで、ね、特になんかタイヤ交換の延長、あ、そう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 、うん、タイヤもよると買えんばじゃないの、山行くんだったらなおさら、ああ、まあね、まあ、うん、あ、まあね、この24日から26日まで車検、うん、あ、車検出すんだね、うん、あ、そっか、でその時にさ、タイヤ持ってくいや言われてさ、うん、車検って何、知り合いじゃないの、なんか知り合い、うん、どっか、ディーラーか、今回からね、知り合いに行ってもらって、あの、親父の仕事の付き合いの車屋がさ、そうなんだ、小針にあんだわ、あ、そうなんだ、そこにやってもらえばよかったよ、ブレーキ怖いな、その方が安心だろ、俺みたいな、こんな適当人間、いやいやいや、知らないぞ、マジで、知らない、そんなこと言わんね、大丈夫だって、まあ大丈夫と思うんだけどさ、とまあ、素人がやったんでね、なんとも言えないですけどね、ね、よいしょ。